DJ Ryota。おお、徳ちゃん。お疲れちゃん。あ、どうも。いいですね、さっぱりして。いいでしょ、さっぱりしたでしょ。さっぱりした。気持ちいい。今ね、あ、なんか持ってきてくれ。いや、面白いね、やっぱり。勉強だから、こういうの。雑誌とか。あ、すいません。お疲れ様です。あ、どうも、いつも僕のカメラやってくれて。カメラマンさんにもどうぞ。あ、いいんですか。ありがとうございます。2つも、はい、すいません。これ終わったリンゴジュースとウーロン茶です。リンゴジュースとウーロン茶、はい、足を運ぶ全然足を運ぶうまいな、全然足を運ぶ。いやマジで結構いい雑誌ですね。お兄さんも聞いて、なんか僕の雑誌も読みます。よかったら、袋閉じだけちょっと返してもらって、袋閉じだけ後でそれだけくれれば、それだけ後でくれれば好きなんです。あ、そしたら先生、やっぱりいつも僕にお世話になってる、 あっちで移した方がいいですかね。その間もらったもん移動して先生にインタビュー、先生僕のコーディネーター先生インタビューしますか。どうぞお茶でもどうぞお茶でも飲んで、まあ座ってくださいよ。いやー、そしたら、結構この店はあれ老舗ですね。もう今何十周年ですか。いや、今月オープンした。あー、今月オープンした。10月7日に。あー、10月7日に、はい、随分綺麗ですね。ありがとうございます。いや、こんな感じでいつも僕の髪やってくれてね、めちゃめちゃいい感じで緊張してるんです。ちょっと恥ずかしいね。恥ずかしいね。メモったはずな。あー、そうだ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 、何か言おうと思ったけど何も書いてなかった。なんかね、僕ハサミのこととか分かんないんで、なんかこのトリマーのね、このトリマー、なんでトリマーになりたかったんですか。質問のコーナーでやっぱり素人からどんどんプロに質問してもらえるって見てるみんなもね、なんかトリマーになりたかったんですかね。一応あの美容師。あ、美容師、あ、すいません、美容師。トリマーはいるの。あ、すいません、次またザブロいつもある、すいません。え、なんで美容師になりたかったんですかね。いや笑顔。ああ、さすがですね。やっぱり、ああ、いいこと言いますね。定型文みたいな。やっぱりなんかね、仕事をしてたら辛いこととか、なんかありますね、辛いこととかって。辛いことですか。はい。いや、特にないです。めちゃめちゃポジティブな、めちゃめちゃいいですね。楽しいことだった、逆に。楽しいこと。楽しいことあるんですか。いや、お客さんと一緒に喋ってるのが一番楽しい。マジで。ああ。あ、素晴らしいですね、ポジティブです、いい仕事ですね。なんか多分目指してる人いっぱいいると思いますよね、美容師とか今後なんか学生とかも。なんかないですかね、プロからのメッセージ。 あっちにも職人、はい、プロからのメッセージないですか。なんか未来の美容師たちにちょっとカメラに向かって一言言ってやってください。頑張れ。めちゃめちゃシンプル。どんな時代でもシンプルっていうのがね一番いいですよね。頑張るってそんなシンプルなことありますか。じゃあちょっとあの店内もちょっと見てみます、はい、どうぞ。いいですか、ちょっとたくさんもどうですか、さっきの本ちょっと上級者向けです。難しいっすか。すいませんね、初めだったのでよかったら上級者向けのめちゃめちゃどうですか、アク先生こっちは何ですか。リップルームなんかあるんですか。リップルームでーす。ついてきてる。はい、リップルーム、はい、めちゃめちゃ完全個室、めちゃめちゃいいや。いやー、こっちも、あ、こっちはもうこんな。あ、めちゃめちゃおしゃれじゃないですか。綺麗でございます。ここからね、苫小牧の夜景も、すべて100万ドルの夜景も見えるって。なんもねー。素晴らしいですね。なんもねー。青木さん、僕の考えをいつもありがとうございますね。いや、素晴らしい。して、あら、あの僕のあの今わらしべ長者とかやってましてね。あら、どこに置いたかね、さっきの僕のさっき置いた僕のわらしべ長者。で最初はあれですよ、あのエリシーっていう居酒屋でね、あの僕の坊ちゃんのフィギュアからあれになり、あーすいません、あの梅酒になり、そこからあの屋台の居酒屋福ちゃんで、これどっちがクイーンか分かんないようなマスターにこれくれて、次なんか、はい、僕最後フェラーリかベンツにしたいんですよね。なんか交換してくれたらなと思って、はい、なんかと、モロスカンのオイル。何ですかそれ、どこにいるんですか。性欲剤、今日、なんかあれですか、何ですかこれ、効果は。いや、すごい女の子たちがすごい
日記がある。これ効果は何ですか？トリートメント。トリートメント、こっからこれに変わって結構なんか高級ですね。高級です。そしたらこれからまたベンツにちょっと近づくと、そしたらこれどっかに飾ってもらってもいいですか？あ、ありがとうございます。そしたらなんかそんな感じで、あ、そしたら美容室ですね、ここのね、お名前とか、ここのお名前は、はい、スタイルヘア&ボーテです。スタイルヘア&ボーテ、皆さんお願いします。皆さん来てください。してなんかこの YouTube 見たらなんか特典とかってなんかやってもらえたりしますか？はい、5% オフです。5% で無制限で、はい、無制限100年後もじゃあいいですか？100年後も笑ってますね。笑いが聞こえてますね。笑いが聞こえてます。100年後もしたら、はい、これ DJ リョータのこの YouTube 見たらここね、はい、5% オフ無制限で、はい、そんな感じでなんかチャンネル登録と高評価いろいろお願いします。よろしくお願いします。ピョンスピョンスよし。